いよいよ始まりましたキークローンの沼にはまる。この5種類の機種を私が使った感想を述べてみたいと思います。これは K6、 私が初めてキークローンで買った機種になります。ファンクションキーをあまり使ったことがない私にとっては本当に使いやすく、分かりやすくて使いやすかったです。また初心者にとってはファンクションキーがないということで、数字だけという点ではすごく使いやすいのではないかと思います。片手で持ちやすくコンパクトで、これは本当に重宝します。これは茶軸ですが、赤軸や青軸も試してみたいなと思った商品になります。これは K2 ジス版。ジス版と言われると普通に会社でよく使われるバージョンとなります。 KS 版が好きな私にとってはちょっとジス版は難しく感じました。でもこれは初めての赤軸を買いました。赤軸の良さを感じることもでき、キータッチの軽さ、私にとっては指には優しいキーボードになります。でもやはり US 版の方が使いやすくて、私にとっては JIS 版は難しいものだなと思いました。こちらは K8 になります。オークションで購入しました。サイズ感がとても大きく、送られてきた時にはちょっと驚きました。手の小さい私にとっては少し使いにくいように感じました。男性にとってはもしかしたら使いやすい機種なのかもしれません。でも使いやすいという点では本当に使いやすい機種になります。こちらは K2 ノンバックライトになります。ただバックライトがないというだけで普通の K2 と一緒です。これは茶軸ですが、私自身茶軸が大好きなので茶軸にしています。これは K6 にただファンクションキーが加わっただけなのかなと思っているんですけれども、それは私だけでしょうか。ですので K6 並みに本当に使いやすい機種ですので、ぜひおすすめしたいと思います。こちらは K3 になります。キークロンさんのロープロファイルキーボード、いわゆるパンダグラフ式キーボードに似たキーボードになります。これは本当におすすめで、軽くて薄くて使いやすい、この3つが揃っています。なのですごくおすすめですので、最後に紹介してみました。本当に使いやすく、ワイヤレスキーボードに慣れてしまうとちょっと使いにくいかもしれませんが、このキーボードは使いやすいので、ぜひおすすめしたいと思います。どうかご購入検討してみてください。以上いかがでしたでしょうか。大変説明不足があると感じておりますが、何よりもキークロンさんのキーボードがとてもいいことが伝われば、これで十分だと思っております。本当に使いやすいですので、もし何かキーボードを考えていらっしゃる方がいれば、このキークローンさんをおすすめしたいと思います。以上、ありがとうございました。